あ,あ言ってたねそう、久保がクラブみたいな代表では大事にされてまあね、それもなんかあの、広げて受け取りすぎない方がいいですけどね、単純に、ソシエダの方が、日本代表よりは戦力ないから、序列が高いっていうだけの話ですね。日本代表だと、ね、久保だけじゃないから、サイドからチャンス作れたりとか、ライン間でチャンス作れるっていうのが。ってなると、その中での、まあ、森保さんが求める基準に、まあ、久保の場合は、特に守備のプレスバックとか強度みたいなところで、ライバルが伊藤内也だからね。 ととか道安とか強度とか献身性とか継続的な守備みたいなのを森保さん求めますから久保はできないって意味じゃないですよただそこの争いのレベルが高いってことですねまあそれタイトルにできたな森保さんちゃんと守備界選ぶかいいよね俺ハリルより森保さんの方が全然いいと思うのは森保さんだったらあの時期ハリルの時期監督やってても杉本健勇呼んでないと思うんですよめちゃくちゃ守備緩かったから 大阪だとプレス行くところ杉本金太だと行かないみたいな森保さんプレス行かない方だけは呼ばないからさ大阪もプレス強度のデート下がってから呼んでないしネルソンが使われなくなっても守備のところですか,か守備がネルソンの場合守備がよ悪いっていうより良くならないが近いですね良くする気すらしないのがラッシュオートみたいなだから ネルソンの場合は努力はしてんだけど、状況がさ、一個の状況だけじゃないじゃん、サッカーって当然。だから、この時にこれするっていうところは、ネルソン頑張れるんだけど、そこから先の、あれ、この状況だと何みたいな守備が弱くなったりするんだよね。で、その瞬間的な起点みたいなところが弱いから、ネルソンって自分では突破できるんだけど、周りと連携しながら崩すって苦手じゃん。空母の守備は信用してくれないのかな。だから、森保さんの場合は可視化できる守備だから、いっぱい走ってるとか、寄せ切ってるとかで、 にに関ししては可視化しにくい守備なんだよね相手の追い込み方とか守備の,あのはめ方とかだから哲学が違うんだよなでこれで久保が全く頑張んないんだったらその哲学も分かるんだけど、まあ、森保さん自体の,その思想が薄いじゃんプレスずっとはめれてないわけだから5年半だからその連動してプレスはめるって考えが森保さんにずっとないっていうのは久保を重用しないところに出てますよねだから久保の扱いっていうのが森保さんのサッカー能のそういう 戦術家としての能力の低さを示してしまってますね。その守備のところって選手を獲得するのに判断できないんですかネルソンで下から上げてきた選手じゃないっけ獲得するのに判断はできますよ。だけど、その能力を監督が持ってるかどうかって別じゃん。だってちゃんとコース切る守備とかそれしてんのに監督に走れって言われた経験ある人いっぱいいるでしょ、今聞いてる中で。見れてる人と見れてない人がいますね。俺だけはできるみたいな、その調子乗った意味じゃなくてね。みんなじゃないって。で、そこにさ。 ビジネスも絡んでくるからねどの代理人とどういうふうに人間を動かしたら移籍させたら金が生まれて自分に入ってくるとかいう利権も入ってくるからそこに二度追い三同追いできない選手スタメンしないって言われてましたでもその基準はすごいいいと思うんですねだからそれを効率的にするために戦術が必要でそうだからエンジン積んでるってことですねそれは久保の上列低いのに意味わからないんですがレオさんは分かりますか両ウイングのプレスバックの強度とかサイドバックの背中守る守備のところですね あの僕だったらそうするって意味じゃないですよ、森保さんの考え、まあ、僕自身そう思ってますし、まあ、そういう情報ももらってるか、そういう話もしますね。でドアを避けて久保右すすのはどうでも、僕じゃないんで、監督は。で、あなたでもない、森保さんなんで、だから応援するしかないっていう、切ないですね。一番起きてた問題としては、遠藤と森田のところに、久保が降りてきたり、上がったりとか、ボールサイド行ったりして、ボール循環させたところが、これが前にいるだけの南野になったと。 で、もう一つ一番変えなきゃいけなかったのは前田大然のところよりもここなんですよ伊藤大輝のところで何でかっていうと前田大輝のところ攻撃的にいくためにめるこれは悪くないですでなんだけどここにボールがいかないの何でかっていうのは伊藤大輝のポジショニングが悪いから高すぎて迂回経路を作れてないとか受けれるんだけどボール行った後に相手が寄ってくるのを考えられてないから戻すだけだからサイド開いて受けようとするんだけどそうするとボール行ってこっち行ったとしても 縦にしかかないから中のパスコースがなくなって戻しのコースもないから結局無理に縦つけるのバレててここで内側の人と三笘が必死にコンビネーションしなきゃいけないだけだまた三笘が仕掛けてる時とかにも後ろを作ったりサポートして反対振るとかもないからただ三笘を抑えとけば伊東純也もいない堂安とかも中に入ってくでマイクマがどこ取ればいいか分かんないってなってる右サイドは何も怖くないだから迂回もできないし強い選手入れてもそこにパスを通すだけの構造作れてないんですよ 本当だったら、ちゃんと相手のサイドアークから離れた位置に伊藤博樹がいて、ウィングもちゃんと足も受けられるし、受けられるし、相手が出てきたらグラっていう、こういう形をできてたらいいんだけど、これもないから、ここを整えてないから、結果縦しかない。中もあるんだったら、ここに例えば上田し世裏抜けします、間に南野現れて受けますとか、久保竹さんが無理してやってたことをやんなくても、ライン間での南野のクオリティも活かせたかもしれん。こういうのを全部ぶっ飛ばして、ただ、 久保と、えー、南野を変えますただ前田大臣と三笘変えますで押し込まれてで前プレもちゃんとかかってないから高いボール入れた時に後ろが頑張って弾き返すだけしかも弾き返す部分で板倉怪我持ちでそこのクオリティが低いだから本当遠藤だったりとか冨、えー、安が周りに声かけながら最後粘るだけってなってるんですよだから途中で遠藤が無理して入れた縦パスも横に振るって考えが日本自体ないから起きることですからねだからこれで できた修正としては、一つはちゃんとここの上下運動、移動っていうのをボール繋いでるときに、富安が中で持ってるときはここ。富安が外まで来たら、ここ縦に上がるだけ。しかも相手との距離を、こうちゃんとボールボタに近いという斜め後ろで、高い位置取りすぎないで、ちゃんと中盤の一人になる形。そうすると外も空くから。これをこう行くから、結果こうなってここ埋まるから。 この立ち位置取る,取ると、相手が出てきたら奥悪し、出てこなかったら自分が受け入れるっていう。こういうの分かんない上に、分かんないのに、キーパーから繋ぐためにただこういう立ち位置取らせるから、結果サイドにボール行きます。ここになった瞬間、さっき言った、縦縦現象になってみんな詰まるみたいな。で、これってずっとやってんの、日本代表。ずっとやってて、俺ずっと喋ってんの。でも治んないじゃん。だから僕は配信中に、もうこういうの治んねえから、選手一人一人がここでワンツーするとか、ここで突破するとか。 そういうういのを応援しまししまょうってだけなで,でも久保は全然なさそうっつってサラのトップ企業がねなさそうだし取って久保ロトップみたいなのもな久保とちょっとねキャラクターがちょっとかぶるしなあのあれはエリオットは久保の方が突破力あるんだろうけどキックとか含めたらキックはエリオットの方がいいだろうしなでシティはどうだろうと思ったら僕がセンス系なんだよね結構。 僕が利き足左センス系で、そこ、ベルナウド・終盤も全然まだいそうで、みたいな。私、ティーも全然ないんだよな。で、アーセナルは、サカーとウーデゴールの控えを、わざわざ高いクボ取ってきてやらせないでしょで、ファビオ・ビエラいるから、ジョ・ファビオ・ビエラだよねっていう。で、あと残ったのは、ユナイテッドだけど、ユナイテッドはもうだって、アマドがクボだしな。てか、アマドクボだよね、アマドって言う、ディアロ。 左足でちょこちょこ触りながらさカットインメインであとは周りと連携しながらってねでもう一人アントニーもいるでしょユナイテッドもないじゃんで残ったのはチェルシーとあのスパーズでスパーズはあの、ね、クルゼフスキーがいて、えー、あのブレナン・ジョンセンもそっち使えてみたいな多分僕が今名前出せないだけで右やれる人いそうだよねでチェルシーはいやもうさすがに売れってなるもんねうんこれでチェルシー久保行ったら笑うけどな え人数多ければ多いほどいいと思うみたいな。そ戦力っていうその昔の戦の考え方じゃないんだからって10万の大軍がみたいなね。ってなるともうビッグシックス空いてるとこないっていう <laughs>。で今更バルサはないから、うん、バルサかレアルかでレアル行ってねでレアル戻るもないじゃんエンバベ来てエンドリッキー来てだからねもう右サイドやれる人何人いんのって話だから。ってなるともうソシエダでもう1年頑張るになんないとね。 サウジににお金以外に今は魅力ないっって言ったじゃなそういうところでねウエストハムとかアストンビラとかね名前挙げてアストンビラはないだろうけどな今更バルサって5回で、うん、上からマリコみたいなねアトリエ右本職の人少なそうって言うけど本職じゃなくても回してる歴史はもうベッカム・フィーゴの頃からあるしもっと前からあるんじゃないか実際はで何よりあれですよねブラヒム・ディアスがいるからなブラヒム・ディアスむちゃくちゃブラヒム・ディアスがスタメンじゃないってすごいよでバルベルデもそこ使えるじゃん そうロドリゴ言い忘れてなねそうこのこのクラスの選手言い忘れるからああルーカス・バスケットのスももうサイドバックのイメージになってたけどなそうだプレシーズンギュレルもやってたわそうもうこんなんよアンチェロッティ大変だろうなやだな全員他ならスタメンクラスとかもう言っても3番手まではなんない選手ばっかじゃんこれアンチェロッティじゃなきゃ無理だなこれをもうアンチェロッティの場合不満をキスで黙らせるからね <laughs> そうね、だからあワンチャイン・ユベントスとかねただもうスペインからそれ移籍する意味あるのかっていうねそれをソシエダできちんと主力としてまたワンシーズンやってそれこそベルナード・シューバー抜けたとのシティとかそういうところ狙う方がいいか,、ね、だから現状リバプールがなんかやっぱ本当に欲しかったんすみたいになるのかあっ今度竹内さん出ていただけるじゃないですか日本のロマンのちょっと久保の移籍話がどんな感じであれ ね、盛り上がってどんな感じで消えてったのか今全然なさそうっすよねクボリバプールっていうのをちょっとレオザ学園内で聞いちゃおうと思いますねあれっすよねあのアンチャロッティに関してはちょっと可視化しにくいというかアンチャロッティ自体も自分で説明したくない能力が高いっすよねどう選手をうまくまとめるかっていういやこれねあの別に駆け打さん守るわけじゃなく本当にその時に出た情報であれしてるから うわ予想外れたとかさうわガスだったとか言うやつをどいやお前はそもそも何も生産してないだろ」みたいな「お前みたいなね人の消費して生きてるだけのやつが人を下げ済む時だけ出てくんな」みたいなやついるよね本当のことしか知りたくない人は公式サイトだけ見ればいいからな私レオザフットボールが監督を務めるシュワーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております場所は都内近郊 シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガ輩出を目指す僕らとしてはステップアップも大関係です概要欄の URL らのご応募お待ちしております